ルピナス探偵団シリーズは、次元大水による日本の小説のシリーズ。1990年代、ウフフルピナス探偵団、ようこそ、雪の館へ、の2作が講談者 X 文庫、ティーンズハートより、少女向けに刊行。2000年代に、一般向けに開講された、ルピナス探偵団の当枠が原書房より、続編、ルピナス探偵団の優秀が、 東京草原社より刊行された。少女小説版の名義は、次元休み。一般文芸版の名義は、次元大水である。少女小説版、一般文芸版とも、韓国で翻訳版が刊行されている。2019年、東京草原社、ウェブミステリーズ。にて、第三作、ルピナス探偵団の情熱が開始した。単、中編ミステリー小説のオムニバスである。 密室殺人を扱った者が主であるが、一般向けに書かれた続編では、日常の謎までテーマの幅を広げている。多くのエピソードが登場で構成されている。情熱を除き、主人公である我魚、綾子の一人称で描かれる。シリーズタイトルのルピナスは、主人公の通う高校の名称に由来するが、優秀以降では、高校卒業後のエピソードも扱われる。 当枠第一話のみ、加藤満ちるの作画で漫画化され、ルピナス探偵団の当枠から冷えたピザは、いかがとして、月刊 G ファンタジー2010年8月号増刊、G ファンタジーに掲載されている。津源体すイコール休み、はら休み。ちなみに、韓国に SF 文化は皆無に近いらしい。ツイッターより2019年9月16日閲覧。 著者ツイッターアカウント2015年10月5日投稿2020年5月22日閲覧次元大水ルピナス探偵団の優秀2008年1月ウェブミステリーズ2019年9月16日閲覧ありがとうございます